北欧神話の神々は、不死ではないため、最終戦争であるラグナロクまで老いることのないよう、イズンの黄金のリンゴを食べなければならない。1890年、J ペンドーズ作北欧神話は、キリスト教家される前のノース人の信仰に基づく神話。スカンディナビア神話とも呼ばれている。ゲルマン神話の一種で、ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、アイスランド及び、 フェロー諸島に伝わっていたものの総称。普通、フィンランド神話とは別系統のものとされる。神話は主に、キリスト教家以前に存在した現地の宗教と、主に、ノルウェー人が入植、定住し、北欧神話の文書化された転居の大多数が、収集されるに至ったアイスランドを含む、スカンディノビア人の伝説と信仰で構成されている。北欧以外のゲルマン人は、 早くからキリスト教家されたため、民族独自の神話や思想を示す書物がほとんど残っていない。そのため、北欧神話は、年代の古い一般的なゲルマンペーガニズムが最も良い状態で保存されており、ゲルマン人の古来の習俗や精神を理解する上で、貴重な資料となっている。このゲルマンペーガニズムは、アングロサクソン神話と極めて密接に関連した内容を含んでいる。なお、 ゲルマン神話は初期のインドヨーロッパ神話から発展したものである。北欧神話は北ゲルマン民族によって共有されていた信仰や物語が集約されたもので、神話は死の形で交渉により伝えられ、現存する神話についての知識は主にスノディ、ストルルソンにより書かれたエッタやキリスト教家中、またはその後に書き下ろされた中世における他の反本に基づいている。 北欧神話は基本的にコノルド語で表されているが、デンマーク人の辞席などラテン語で書かれたものもある。北欧神話の中にはスカンディナビアの伝承の一部となり、現在まで生き残ったものもある。その他は近年、ゲルマンネオペーガニズムとして最高案、構築されている。ステージでの上演劇や映画同様、神話は 現在も様々な文学の着想として残されている。写本の一例北欧神話について現存する記録の大多数は13世紀にまで遡ることができ、少なくとも正式にキリスト教社会となった世界に2世紀以上も交渉の形で保存されていた。13世紀に学者たちはこの口伝いに残る神話の記録をはじめ、特にキリスト教以前の神々が 実際の歴史上の人物にまでたどることができると信じていた学者スノーリストゥルルソンによりエッタやヘイムスクリングランが書き起こされた。この他には北欧の神々がより強くエウヘメリズム化されたサクソグラマティクスのデンマーク人の辞席がある。エッタを13世紀初期に書いたスノーリストゥルルソンという人物は卓越した詩人、指導者で アイスランドの外交官でもあった。このエッタは本来、その技法の学習を熱望する詩人へ向け入門書として作られたとされる。この作品には伝統的な家人具や詩に詰め込まれた愛愉表現を三分体で解説した内容が含まれている。こうした三分体での語りが北欧の神々についての様々な物語を体系的かつ守備一貫したものにしたのである。 詩のエッタは、三分のエッタが書かれたおよそ50年後に、執筆されたと言われている。詩のエッタは29の長い歌で構成されており、そのうちの11の詩は、ゲルマンの神々を扱ったもので、その他は、ボルスンがサガのシグルズのような伝説的英雄について、書かれたものである。学者たちはこのエッタが、他のエッタよりも後の時代に記されたのではないかと考えているが、 その物語における言語と詩の形態は、書かれた時代より一世紀も昔に作られたと考えられている。こうした原点のほか、9世紀から14世紀にかけて北欧で編纂された佐賀や、サットル、スカルド詩などにも北欧の信仰は反映されており、これらから伺い知ることができる神話も存在する。またその他スカンディナビアの伝承などにも残存する言い伝えがあり、 その中の一部は、古英語で書かれた、フィンネスブルグソーランダン賞に関連する物語や、デイウオルの嘆き中に登場する、神話的な物語への言及など、時代の古いゲルマン文学に現れる伝説に、裏付けられている。数々の部分的な文献や言い伝えが残っているとき、学者たちは、死の背後にある意味合いや表現を推論することが、できるのである。加えて、スカンディナビアには、 神々にちなんで付けられた地名が数多く存在する。ルーン文字石碑の一つ、レイク石碑、レイク石碑やクビネビアミュレットのように表面に刻まれているごく少数のルーン文字の碑文にも神話への言及がなされている。トールの魚釣りの旅やボルスンガサガからの場面、オーディンとスレープニルやフェンリルに飲み込まれるオーディンなど、北欧神話からの場面を描いたルーン文字石碑や、 絵画石碑もある。現存するフンネシュタット石碑の一つには、狼にまたがってバルドルの葬式へ行くヒロッキンが描かれている。デンマークでは巻いた口ひげが生え、口を閉じられているロッキの絵が描かれたイメージストーンがあるほか、複雑に入り組んだ絵が描かれたイギリスのゴスホース十字化石碑もある。さらに、石岩のオーディミやハンマーを持つ、トール直立した弾痕のフレーなど神々を描いた。 勝律像も存在する。司教などもゲルマン人の信仰に関する記述を残している。サクソグラマティクスはデンマーク人の自責の中でスカンディナビアの神々について触れ、ブレーメンのアダムはハンブルク教会史を表した。またこれら北欧で表されたものの他に1世紀頃のローマの歴史家タキトゥスが表したゲルマーニアやイブンファドラーンのボルガブルガール旅行記などにも ゲルマン人の信仰に関する記述が残されていた。世界中、ユグドラシル北方民族はこの世に9つの世界があると信じていた。一アースガルズアース神族の世界、オーディンの巨城バルハラが位置するグラズヘームも、この世界に含まれる。バルハラは偉大な戦士たちの魂である、エインヘアルが集う場所でもあった。こうした戦士たちはオーディンに使える女性の使い、バルキュリアによって導かれる。 彼女らがまとうきらめく鎧が夜空のオーロラを作り出すのだと考えられた。エエンヘリルはラグナロクで神々の護衛を行う。ラグナロクとは神々とその邪悪な敵との大いなる戦いで命あるすべての存在が死に絶えるとされた北欧神話における最終戦争である。善と悪との両極端に分かれての戦いは古代における多くの神話でごく普遍的に見られる。 モチーフである、ニバナヘーム万神族の世界三水ガルズ氏を、免れない人間の知音ムスペルヘームマイナスエント、スルトの世界。スルトとは、溶岩の肌と炎の髪を持つ巨人であるゴニブルヘーム、氷に覆われた世界。ロキがアングルボザとの間に設けた、反巨人の娘ヘルが支配し、氷の巨人たちが住むロクアルフヘームエルフの世界七、スバルトアルフヘーム黒いエルフ。 スバルト・アール・バルの住む世界8にダベリール卓越した、甲府や腕の立つカジ屋であった、ドワーフや小人たちの世界。彼らは、トールのハンマーやフレーの機械で作られたイノシシなど、神々へ、魔法の力による道具をたびたび作り上げた旧、ヨトゥンヘイムシモの巨人、ヨトゥンを含む巨人の世界こうした世界は、世界中ユグドラシルにより繋がれており、アースガルズがその最上に位置する。 その最下層に位置するニブルヘイムで根をかじるのは、粘毛な蛇のニーズヘッグである。アースガルズには、ヘイムダルによって守られている魔法の虹の端、ビフレストがかかっている。このヘイムダルとは、何千マイルも離れた場所が見え、その音を聞くことが可能な、ネズの番をする神である。北欧神話の宇宙観は、強い二元的要素を含んでいる。例えば昼と夜は、昼の神ダグとその馬スキンファクシ。 夜の神ノートとその馬、フリームファクシュが神話学上、相応するものである。このほか、太陽の女神ソウルを追う狼スコルと月の神、マーニを追う狼のハティが挙げられ、世界の起源となるニブルヘイムとムスペルヘイムがすべてにおいて相反している点も関連している。これらは世界創造の対立における深い刑事上学的信仰を反映したものであったのかもしれない。 神々には、アース神族、バン神族、与ンの三つの氏族がある。当初互いに争っていた、アース神族とバン神族は、最終的にアース神族が勝利した、長きにわたる、戦争の後、和解し、人質を交換、遺族間結婚や、共同統治を行っていたと言われており、両者は相互に関係していた。一部の神々は、両方の氏族に属してもいた。この物語は、 太古から住んでいた土着の人々の信仰していた自然の神々が侵略してきたインドヨーロッパ系民族の神々にとって変わられた事実を象徴したものではないかと推測する研究者もいるがこれは単なる憶測に過ぎないと強く指摘されている他の権威はこうしたアース神族万神族の区分はインドヨーロッパ系民族による神々の区分が北欧において表現されたものだったと し、これらが、ギリシア神話における、オリュンポス十二神とティーターンの区分や、マハーバーラタの一部に相当するものであると考察した。トールは、幾度も、巨人たちと戦うアース神族とバン神族は、全体的にイを、ずんと対立する。ヨトゥンは、ギリシア神話でいうティーターンやギガースと同様の存在であり、一般的に、ジャイアンツと訳されるが、トロールズや、 デーモンズといったわけの方がより適しているのではないかという指摘もある。しかし、アース親族はこのヨトゥンの子孫であり、アース親族とバン親族の中には、ヨトゥンと遺族間結婚をした者も,もいる。例えば、ロキは二人の巨人の子であり、ヘルは反巨人である。言うまでもなく、最初の神々オーディンビリ、ベイは、メウシアウズンブラの父が起源である。 エッタにおいては一部の巨人が言及され、自然力の表現であるようにも見える。巨人には通常、サーズと普通の横暴な巨人の二つのタイプがあるが、他にも岩の巨人や火の巨人がいる。エルフやドワーフといった存在もおり、彼らの役割は曖昧な点もあるが、外して神々の側についていたと考えられている。加えて、他にも霊的な存在が数多く存在する。 まず、巨大な狼であるフェンリルや、水ガルズの海に巻きつく、海蛇のヨルムンガンドという怪物がいる。この怪物たちは、いたずら好きの神老キと、巨人、アングルボザの子として描かれている。それらよりも、慈悲深い怪物は庭の渡りガラスである不銀と無銀である。オーディンはその水を飲めば、あらゆる知識が手に入るというミーミルの泉で、自身の固めと引き換えに水を飲んだ。そのため、 この二匹のカラスたちはオーディンに地上で何が起こっているかを知らせる。その他、ロキの子で八本足の馬スレープニルはオーディンに仕える。存在で、ラタトスクは世界中ユグドラシルの枝で走り回るリスである。北欧神話は他の多くの多神教的宗教にも見られるが、中東の伝承にあるような善悪としての二元性をやや書いている。そのため、ロキは物語中に たびたび主人公の一人であるトールの宿敵として描かれているにもかかわらず、最初は神々の敵ではない。巨人たちは粗雑で、乱暴、野蛮な存在として描かれているが、全くの根本的な悪として描かれてはいない。つまり、北欧神話の中で存在する二元性とは、厳密に言えば、神 VS 悪ではなく、秩序 VS コントなのである。神々は自然。 世の中の道理や構造を表す一方で、巨人や怪物たちは混沌や無秩序を象徴している。世界の起源と終局は、死のエッタの中の重要な一節、巫女の予言に描かれている。これらの死には、宗教的なすべての歴史についての最も鮮明な創造の記述と、衝術されている最終的な世界の滅亡の描写が含まれている。この御子の予言では、 バルハラの主神オーディンが一度死んだボルバの魂を呼び出し過去と未来を明らかにするよう命じる。ミコはこの命令に気が進まず私にそなたは何を問うのかなぜ私を試すのかと述べる。彼女はすでに死んでいるためオーディンに対する意志はなくより多くを知りたいかと続けてあざけった。しかしオーディンは神々の王としての務めを果たす男ならば すべての英知を持たなければならないはずであると主張する。すると、巫女は過去と未来の秘密を明かし、忘却に陥ると口を閉じた。大地を持ち上げるオーディン、ビリ、ベ巫女の予言におけるミズガルズの創造北欧神話においては、生命の始まりは、一氷で、ムスペルヘームとニブルヘームの二つの世界しか存在しなかったという、ムスペルヘームの熱い空気がニブルヘームの冷たい氷に、 触れた時、巨人ユミルと氷の目牛、アウズンブラが作り出された。ユミルの足は息子を産み、脇の下から男と女が一人ずつ現れた。こうして、ユミルは彼らから生まれたヨトゥン及び巨人たちの親となる。眠っていたユミルは後に目を覚まし、アウズンブラの父に酔う。彼が酔っている間、牛のアウズンブラは潮の岩を舐めた。この出来事の後、 1>, 1日目がたって、人間の髪がその岩から生え、続いて二日目に、頭が、三日目に、完全な人間の体が、岩から現れた。彼の名は、ブーリッといい、名のない巨人と交わり、ボロウムと、そこからオーディン、ビリ、ベイの三人の神が生まれた。三人の神々は自分たちが十分に強大な力を持っていると感じ、ユミルを殺害する。ユミルの血は世界に溢れ、 二人を除くすべての巨人を歴史させた。しかし巨人は再び数を増やし続け、すぐにユミルが死ぬ前の人数まで達した。その後神々は死んだ。ユミルの死体で大地を作り、彼の血液で海、川、湖を、骨で、石、脳で雲を、そして頭蓋骨で天空をそれぞれ作り出した。さらにムスペルヘイムの火花は舞い上がり星となった。 アスクとエムブラの想像が描かれたフェロー諸島の切手、ある日三人の神々は歩いていると、二つの木の幹を見つけ、木を人間の形へ変形させた。オーディンはこれらに生命を、ビリは精神を、そしてベイは視覚と聞く能力、話す能力を与えた。神々はこれらをアスクとエムブラと名付け、彼らのために地上の中心に王国を作り、 そこを囲むユミルのまつげで作られた巨大な塀で巨人を神々の住む場所から遠ざけた。世界中ユグドラシルの下で運命の糸を紡ぐノルン。ミコはユグドラシルやミハシラのノルンの説明に進む。ミコはその後、アース親族と万親族の戦争とオーディンの息子でロキ以外の万人に愛されたというバルドルの殺害について特徴を述べる。この後、 巫女は未来への言及に注意を向ける。バルドルの死から、世界の終末が始まる詳細は、ラグナロクを参照古き北欧における未来の展望は、冷たく高涼としたものであった。同じく、北欧神話においても、世界の終末像は不毛かつ悲観的である。それは、北欧の神々が、ユグドラシルの他の枝に住むものに打ち任される、可能性があるということだけでなく、 実際には彼らは敗北する運命にあり、このことを知りながら常に生きていたという点にも現れている。信じられているところでは、最後に神々の敵側の軍が神々と人間たちの兵士よりも数で上回り、また制覇してしまう。ロキと彼の巨大な子孫たちは、その結束を打ち破る結果となり、ニブルヘイムからやってくる死者が生きている者たちを襲撃する。 見張りの神であるヘムダルガツノブエ、キャラルホルンを吹くとともに、神々が召喚される。こうして、秩序の神族と混沌の巨人族の最終戦争ラグナロクが起こり、神々はその宿命として、この戦争に敗北する。これについて、すでに気づいている神々は、来たる日に向けて戦死者の魂、永遠ヘダルを集めるが、巨人族側に負け、神々と世界は破滅する。 このように悲観的な中でも二つの希望があった。ラグナロクでは神々や世界の他に巨人族もまた全て滅びるが廃墟からより大きい新しい世界が出現するのである。オーディンはフェンリルに飲み込まれ、トールはヨルムンガンドを打ち倒すがその毒のために倒れることになる。最後に死ぬのはロッキでヘイムダルと相打ちになり、するとによって炎が放たれ、 9つの世界は、海中へと沈む。このように神々はラグナロクで敗北し、殺されてしまうが、ラグナロク語の新世界では、バルドルのように蘇る者も,もいる。ただし、ラグナロク語の展開は、解釈や資料によって異なり、違反では、新たな世界が生まれることなく世界が滅亡するという、ものもある。ラムスンド彫刻画に描かれている、ボルスンガサガの一節。この神話文学には霊的な、 創造物たちも、去ることながら、英雄や王たちの伝説にも関連している。物語に登場する士族や王国を設立した人物たちは、実際に起こったある特定の出来事や国の起源などの、霊障として、非常に重要であるという。この英雄を扱った文学は、他のヨーロッパ文学に見られる、助詞と同様の機能を果たし、民族の固有性とも、 密接に関連していたのではないかと考えられている。伝説上の人物はおそらく実在したモデルがあったとされ、スカンディナビアの学者たちは何代にもわたって、佐賀における神話的人物から、実際の歴史を抽出しようと試みているのである。ウェーランド・スミスとボルンドル、シグルズとジークフリート、そしておそらくは、ベオウルフとボズバル・ビャルキなど、トキュリ・ギルマンの、 どの世界で女子史が残存していたかにより、英雄も様々な表現形式で新たに脚色される。他にも、著名な英雄には、ハグバルズル、スタルカズル、ラグナル・ロズブローク、シグルズル・キンカン王、イー・バルコーハン王、ハラルドルセン・ゼツ王などがいる。戦士に選ばれた女性、盾持つ諸女も著名である。女性の役割は、ヒロインとして、そして、 英雄の旅に支障を聞たすものとして表現されている。ガムラウプサラ、11世紀後期に破壊されるまでスウェーデンにおける信仰の中心地だったゲルマンの民族が現代のような神殿を築くようなことは全くなかったかもしくは極めて稀なことであった。古代のゲルマン及びスカンディナビアの人々により行われた礼拝の関連ブロートは聖なる森で行われたとされる。 ケルト人やバルト人のものと似通っている。礼拝は家の他にも石を積み上げて作る簡素な祭壇、ホルグで行われた。しかし、カウパングやライア、ガムラウプサラのように、より中心的な礼拝の地が少ないながら存在していたように見える。ブレーメンのアダムは、ウプサラにはトールオーディンフレイの見柱を片切った木造が置かれる神殿があったのではと主張している。 生殖のようなものは存在していたと思われる一方で、ケルト社会における資イドレイドのらいほど、職業的で世襲によるものではなかった。これは、女性預言者及び、巫女たちが、シャーマニズム的伝統を維持していたためである。ゲルマンの王権は、生殖者の地位から発展したのだともよく言われている。この王の生殖的な役割は、王族の長であり、生贄の儀式を取り行っていた。 五字の全般的な役割と同列である、シャーマニズム的考え方を持っていた巫女たちも存在してはいたが、宗教そのものは、シャーマニズムの形態をとっていない、ガムラウプサラでのドーマルデオの生贄、カールラーション、当時の生贄、1915年、ゲルマンの人間の生贄を見た、唯一の目撃者の記述は、奴隷の少女が埋葬される君主と共に自ら命を差し出したという、 ルス人のフナ僧について書かれたイブンファドラーンの記録の中に残っている。他にも遠回しではあるが、タキトゥスやサクソグラマティックス、そしてブレーメンのアダムの記述に残っている。しかし、イブンファドラーンの記述は実際には埋葬の儀式である。現在理解されている北欧神話では奴隷の少女には生贄という隠された目的があったのではという理解がなされた。 北欧神話において死体焼却用の焚き木の上に置かれた男性の遺体に女性が加わって共に焼かれればライセでその男性の妻になれるであろうという考え方があったとも信じられている。奴隷の少女にとってたとえライセであっても君主の妻になるということは明らかな地位の上昇であった。ヘイムスクリングラではスウェーデンのオーアウンが登場する。彼は息子。 エイギルを殺すことを家来に止められるまで、自分の寿命を伸ばすために、自分の国人の息子を生贄に捧げたと言われる人物である。ブレーメンのアダムによれば、スウェーデン王は、ウプサラの神殿で、ユールの期間中、9年ごとに男性の奴隷を生贄として捧げていた。当時スウェーデン人たちは国王を選ぶだけでなく王の位から退けさせる権利を守っていたために、 貴金の年の後に会議を開いて王がこの貴金の原因であると結論付け、ドーマルディオーとキコリのオーラブ王の両者が池に家にされたと言われている。知識を得るためユグドラシルの木で首を吊ったという、逸話からか、オーディンは首吊りによる死と結びつけて考えられていた。こうして、オーディンさながら首吊りで神に捧げられたと思われる古代の犠牲者は窒息死した後に生きされたが、 ユトランド半島のボグでは、酸性の水と堆積物により完全な状態で保存された。近代になって見つかったこれらの遺体が人間が、生にとされた事実の考古学的な裏付けとなっており、この一例が討論人である。しかし、これらの講習が行われた理由を明確に説明した記録は存在しない。829年、ハウギのビョル号により、 スウェーデンに招かれるキリスト教の宣教師、アンスガルの1830年の描写北欧神話を解釈する上で重要なのは、キリスト教徒の手により、キリスト教と接触していない時代について書かれた記述が含まれているという点である。三分のタやヘームスクリングらは、アイスランドがキリスト教家されてから200年以上経った13世紀に、スノディストゥルルソンによって書かれている。 これにより、スノーリの作品に多くのエウヘメリズム思想が含まれる結果となった。事実上、すべての佐賀文学は、比較的小さく遠い島々のアイスランドから来たものであり、宗教的に寛容な風土ではあったものの、スノーリの思想は、基本的にキリスト教の観点によって導かれている。ヘイムスクリングラはこの論点に興味深い見識を備える作品である。 スノッリはオーディンを魔法の力を得、スウェーデンに住む、不死ではないアジア大陸の指導者とし、死んで半身となる人物として登場させた。オーディンの神聖を弱めて描いたスノッリは、その後、スウェーデン王のアウンが自身の寿命を伸ばすために、オーディンと協定を結ぶ話を作る。後に、ヘームスクリングラにおいてスノーリは、作品中のオーラブ二世が、スカンディナビアの人々を容赦なく、 キリスト教へ回収させたように、どのようにして、キリスト教へ回収するかについて衝述した。偶像崇拝を気にするユダヤキリスト教とはしばしば対立することもあった。キリスト教家されたノルウェーで行われていた恐ろしい形式の死刑執行。オーラブトリグバソン王は男性の預言者を縛り、引き潮時にスケリエを置き去りにしたアイスランドでは内戦を避けるため、全島民が キリスト教に改宗した。キリスト教から見ての異教崇拝は自宅でのト遁の信仰で大んだが数年後にその信仰は失われた。一方スウェーデンは11世紀に一連の内戦が勃発しウプサラの神殿の炎上で集結する。イギリスではキリスト教家がより早く散発的に行われ稀に軍隊も用いられた。弾圧による改宗は 北欧の神々が崇拝されていた地域全体でバラバラに起こっている。しかし、回収は急に起こりはしなかった。キリスト教の聖職者たちは北欧の神々が悪魔であると全力を挙げて大衆に教え込んだのだが、その成功は限られたものとなり、ほとんどのスカンディナビアにおける国民精神の中では、そうした神々が悪魔に変わることは決してなかった。 キリスト教家が行われた期間は、例として、ローベン島やベルゲンを中心に描かれている。スウェーデンの島、ローベン島における墓の考古学的研究では、キリスト教家が150から200年かかったとされ、場所も王公貴族が住んでいたところに近かった。同様に、創造式貿易が行われた町ベルゲンでは、ブリーケン碑文の中に、13世紀のものと思われる、ルーン文字の碑文が見つかっている。 その中にはトールに受け入れられますように、オーディンに認められますように等と,と書かれたものがあり、キリスト教家が進んでいる世界で、コノルド語の魔術ガルドルも描かれている。記述の中には、ワルキューレのスケグルに関するものもあった。14世紀から18世紀にかけての記述は、ほとんどないものの、オラウス・マグヌスのような聖職者は、古くから根付く信仰を絶滅させることの難しさを書いた。 この物語は、ハグバルドとシグニューの恋愛物語のように、快活に描かれたスリムの歌にも関連しており、どちらも17世紀と19世紀終わり頃に記録されたと考えられている。19世紀と20世紀にスウェーデンの民族学者たちは、一般の人々が信じ、北欧神話における神々の残存する伝承を記録したが、その当時伝承は結集されたスノーリンによる、 記述の体系からは、かけ離れたものであったという。トールは、数々の伝説に登場し、クレイヤーは何度か言及されたが、バルドルは地名に関する伝承しか残っていなかった、そうである。特に、スカンディナビアの伝承における霊的な存在のように、認知されてはいないが、北欧神話の別の要素も残されている。その上、北欧の運命の考え方は現代まで、普遍のものであった。 クリスマスに豚を殺すスウェーデンのきたりなど、ユール伝承の原理も多くが信じ続けられた。これはもともとフレーへの生贄の一部であった。ゲルマンの神々は、現代において、ゲルマン語派が話されている多くの国々における、生活や行為に、数々の足跡を残している。一例として、曜日の名称が挙げられる。ラテン語における、曜日の名称を元にして作られた火曜日から、 金曜日までの名称は、それぞれのローマ神話の神々に相当する北欧の神々にとって変わった。英語の土曜日はサターンが起源とローマの神に由来するが、ドイツ語では土曜日のザムスタークはサバスから付けられたもので、スカンディナビア地方では選択日と呼ばれている。最近ではヨーロッパとアメリカ合衆国の2つの地域において、ゲルマンネオペガニズムとして古きゲルマン宗教を、 復興しようとする試みが行われている。これらは、アサトル、オーディニズム、ボータニズム、フォーンセド、または、ヒーゼンリーという名のもとに存在している。アイスランドでは、アサトルが1973年に国家公認による宗教として認められ、結婚や子供の名付け方、その他の儀式においてこの宗教の介入が合法化された。アサトルはかなり新しい宗教ではあるものの、 北欧諸国で公認、または合法の宗教として認知されている。北欧神話は、リヒルト・アーグナーの作品、ニーベルングの指輪を構成する4つのオペラの題名に使用され、同じく北欧神話をモチーフにした他の作品への基盤となった。その後に制作された JRR トールキンの指輪物語も、キリスト教家以前の北方ヨーロッパにおける固有の信仰に、 非常に影響を受けた作品と言える。この作品が人気を呼ぶにつれ、そのファンタジー要素は、人々の感性や他のファンタジーのジャンルを絶えず揺り動かしている。近代的なファンタジー小説には、エルフやドワーフ、氷の巨人など、北欧の怪物たちが多く登場する。後の時代になって、北欧神話は、大衆文化や文学、フィクションにおいて、 多くの影響を残しているのである。以下は翻訳元の英語版における出典である。モダンリーテリングス・オブ・エンシェント・ミソロジーアレ・オフ・インベンティブ。ありがとうございます。